清末藩、藩主、の藩主家の12代、当主になります毛利元政さんです。毛利元政です。清末藩の墓所本部初公開。お待たせいたしました、清末藩の藩領で、清末藩の、藩主の菩提寺である、光林寺さんに今日お邪魔させていただいてます。そしてなんと今東京から到着されたのが、清末藩主家では12代当主なんですね、の毛利元政さんです。そして隣にいらっしゃるのが、光林寺19世住職、塩田修司住職で、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでなかなか師範主同士のね対談を見たいなんていうことがとうとう実現しました。そうですね、はい、で今日一番初め元政さんもぜひ自分とこの菩提寺見ていただきたいということで、もう当徳山毛利家の菩提寺と比べてどうかなと思って来てみたら腰を抜かすかと思いました。見てください、立派な山門ですね。元政さん、ちょっと説明をお願いいたします。で下関市の住分になっております。光林の山門でございます。なるほど。住職をさっきおっしゃってましたけど、ご当主が帰ってきてからまずは、お経をあげるとおっしゃってました。まずは清末毛利のご先祖様にお経をあげまして、それからお墓参りをしていただきたいと思っております。じゃあもしかして清末さんの墓所も見せていただけると、はい、いうことなので、この後墓所の方にもご案内したいと思います。じゃあちょっと後で三門だけちらっと撮ってみましょう、はい、じゃあよろしくお願いします。これが三門です。なんかこう墓所さんが上がっていく三門って絵になりますね。そして清末の墓当主、三門を見上げる清末の墓当主、立派ですね。こちらが本堂になります。でこちらで、清末の、先祖代々歴代藩主の、供養をされてから墓所に行くということで、なかなかあれですよね、清末も儀式ばっててなかなかいいですよね。こういうなんか伝統文化が残ってるっていうのを、僕は知ってなんかこう胸がキュンと熱くなりました。なんかちょっとうちもまた大乗寺の和尚さんと、いろいろ相談して、なんかこういう、儀式とかまた動画にアップしたいなって思ったところです。じゃあすいません、本当はこんな喋ってちゃいけないんですけども、これから、ご先祖の供養が始まります。その前に簡単に説明させてください。元松さんいいですか、牧師。こちらに、鎮座しているのが、調布の藩祖である毛利秀元公。要は、清末藩は毛利秀元公の肝入りで作られた、ご次男の、元友公ですかね、が藩祖となる。でこのお位牌、右側が秀元公の位牌、左が、元友公のご位牌でいいですね、住所。はい、はい、でそれ以下は多分こちらに、7代の歴代の藩主のご位牌が安置されているということで、今から、元政さん以下皆さんで、毛利家の先祖供養をされるということなんで、ちょっと撮影はここまでさせていただきます。あ、いいですよ、全然いいですか、はい、佐藤坊や向こう佐藤坊や向こう十院三坊佐藤の坊坊やもはて上等寺東園五坊両旗。それでは今からね、清末の歴代の墓所に案内してもらえるということで、当主の元政さん自らこれ式火でしたっけ、久坂18本、9台分、花立てが18あるんで、花立てが18ある、18自ら今お気に入りになる、これから田向けに行きます。それでは
清末藩の御所本部初公開。あそこに見えるのが、今行くのが元智公、ここの藩祖ですね。元智公の戸籍なんです。で今で12代になるんですかね、12代元政さんがお参りを、清末藩、藩主、の藩主家の12代、当主になります毛利元政さんです。毛利元政です。よろしくお願いします。お願いします。元政さん、まあ、私から説明してもいいんですけど、一応清末藩の成り立ちみたいなのって。そうですね、清末藩は、萩の宗家本藩から見ると孫藩にあたります。孫藩っていうことは、まず師範の長府藩、これができて、その長府藩の師範が清末藩ということになります。成り立ちですけれども、長府藩の藩祖の秀元公が、毛利秀元が遺言で必ず師範を作るようにという遺言を残したんですね。それで秀元公の孫にあたる方が秀元公の遺言をきちんと受け継いで、自分の叔父である秀元に分治して清末藩を創設したということになります。当時は最初は長府新田藩っていう言い方をされていたようです。だけど、だから当時その孫藩ができるって相当珍しいから、 それもやっぱ秀元公の、まあ、人徳というか、 それ大きいですよね。江戸幕府に対しても相当力入れをしてたみたいですね。だと思います。そうでないと許可なんか絶対下りないですもんね。ですね。その孫藩が、ね、あるっていうのは、これかえって珍しいことなので、貴重な藩ではありますよね。そうですね、はい、であとはやっぱ秀元公はその家光、徳川家光と仲良かったり、まあ、相当強いパイプも持ってた聞いてますから、やっぱりそう、ああじゃあ秀元公のあれがっていうんだったらということで、この、まあ、長府新田藩ですかね、初めは、はい、それを創設されたということなんですね。ちょっとびっくりしますよね。で今日は実は元政さん、東京からこちらにお戻りになられているのは、長生会という、会が、こちら下関で毎年ね、コロナの間はちょっとお休みしてたんですけど、4年ぶりかな、はい、に開催されるということで、お戻りになったんです。その長生会というのは、いわゆる長府と清末の頭文字を取って長生会ということで、まあ藩主、および、ご家老ですとか家臣ですとか、また関係のあった関係者の方ですかね、はい、下関関係の皆さんですね、皆さん集まって今日はフグを食べる会です、ね、ということで、私も呼んでいただいたというのが、はい、ぜひということでね、私もその元智公の弟元久が、まあ、4代前に、まあ、徳山に入ってるっていうこともあって、で調べてみたら、元久のいとことかそんなのが清末藩主になってましたね。だからやっぱりあの辺もこう長府と清末ってこう、もうこうあれなんですよ、もうね、これだけ言っときたいんだけど、徳山はずっと把握されてたんですよ毛利家のその本家のラインからね、そのザーッとこう大体こうね、長府が入る、調布が入るとまた清末の人が調布の藩主になるとかっていうことやってるから、で例えばこれ御三橋ってあるじゃないですか、徳川御三橋、あれって一橋だとか、田安ですかとかあるんだけど、あれってなんでかって言ったら、徳川吉宗の血をなくさないためなんですよ。吉宗が8代で入って、要はこれから将軍家は紀州の血だけでいくぞということで、御三橋を作って、もうなるべく、だから紀州と水戸は最後にしか入ってないんですよ、水戸の吉野部校、それも一橋からですから、と同じで、やっぱり調布が一回実権を握った手前、やっぱり毛利家の家督は譲りたくなかったですね、徳山に。秀元っていう人は先を見る目があったらしくて、うん、まあ調布必ず新藩を作れって言ったのも、うん、先にあったからでしょう。頭いいですね。なので一番最後ですね、だから最後毛利高近公が世子を取った時、徳山からようやく
ご宗家に徳山の地が入って、まあ、徳山は照本直系の地ですから、ようやく、高近公の後、元則公の時に、照本公の地に戻ったということで、徳山はめでたしめでたしっていうところに、今度は徳山には調布から入っていくっていう項目が、まあ、入り組んだようなね。幕末になってようやく。そう。それまではね、いろいろあったと思います。だから、まあね、かといって仲悪かったわけじゃないんですよ。徳山も清瀬も調布も三藩とも嫌な出派気がさせられてましたし、ご本家にね顔色を伺いったり、また当家が何でしたっけ、改易された事件ありましたね、万薬山事件。あの時には一生懸命お諌めしてくれたのが清瀬藩主だったと書物には書かれてるんで、そんなね清瀬藩のご当代と久しぶりに会えて嬉しいです。他に何か本松さん、カメラに向かってお伝えしたいことないですか？そうですね、私も森家歴史チャンネルの、コメント書いてますよ、いつも。いつもね、楽しく見てます、はい、皆さんも、なんかかと本当にまめにね、返事くださるんで、あんな、何十もコメントが来て全部返事してるでしょ。すっごい辛いんですけど偉いなと思いながら、気持ち込めないと悪いなと思って、やっぱ一人だけあれして返さないわけいかないので、偉いなと思って、もう他の方のコメントも見てます。ありがとうございます。それに、大体見られないじゃないですか。そうですね、なるべくそういうのをお見せできるようにと企画して、貴重だと思いますよ。今日もこうやって清瀬さんの菩提寺見せていただいて、御所も見せていただいて、ね、またこういうね、伝統文化っていうものをやっぱ良きにつけ、悪しきにつけ、後世に残していかないと、なくなっちゃったら終わりなんで、はい、まあ、我々は残していかなければいけない立場として頑張っていきましょう。いきましょう。ということで今日はフグとお酒楽しみにしております。はい、参りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、乾杯。乾杯。これは流れてしまいます。めっちゃくちゃうまい。小生会、万歳。万歳。チャンネル登録、いいねボタンを押してくれたら、恐悦至極に存じます。